どうもまこです。今日はですね、ハイラックスの樹脂コーティングをねやってもらうということで、そしてこれね、この T シャツ、ハイラックス T シャツを今日はですね着ていきます。これね、あの僕が以前コラボさせていただいたガンチャンネルさんのね方から販売してるんで、ぜひこちらの T シャツ気になる方チェックしてみてください。はい、じゃあね、リーダーさんの方に向かいたいと思います。まずこの後ろですかね。後ろですかね。このステップのこの、はい、ここですかね。ここですかね。わかりました。はい、はい、あとあれですか、樹脂っていうとサイドステップとか。サイドステップもあるんですけど、今回伸びりしてくるので、はい、あまりしてもすぐ剥がれちゃうっていうか。あ、そうなんですね。ってなるとあれですかね、本当フロントと、そうですね、あのリアの部分ぐらい。こういうのもできるんですか。できますね。はい、やってもらえます。そしたらこれでも結構綺麗な樹脂ですね。やらなくてもいい感じですか。むしろ、はい、こういうやっぱりモヤモヤモヤってなってるじゃないですか。あ、はい、もいろんなこう配管色がこう混合されて作ってるので、もしもし色ムラが出てくるんですよね。あ、そうなんですね。はい、こういった今と先ほどのグリルのところ一回やってみて、はい、いかがかなっていうような。わかりました。こういうところはしても意味ないですよね。あ、そちら外側だったら結構綺麗にはなりますね。はい、あ、本当ですか。この部分、ね、じゃあこれも、はい、せっかくなんで、はい、はい、じゃあ4箇所、はい、やってもらおう。あ、ちなみになんですけど、はい、こういうところってどうなんですかね。この後付けの部品なんですけど、これもやってもらえたりします。やってみますか。あ、いいですか。はい、こちらも4枚ついてますので、はい、はい、ありがとうございます。あんまり樹脂の部分ってないんですか。そうです。あと、前あったブラックラリエディションっていうのがあったんですよ。はい、それオーバーヘンダーみたいなのがついたんですよね。あれが結構もうオーバーヘンダーの部分が全部樹脂だったんで。そうですよね。はい、大体の車 SUV とかだと、そうですね、オーバーヘンダーでこう、ね、CHR とか、ああいうヤリスクロスとか、はい、結構こうヘンダーの周りにこう古い部分がついてるんですけど、ほとんどあれがもうみんな樹脂になってて、はい、はい、この辺で、はい、あ、はい、じゃあこの辺を、はい、お願いします。全然違いますね、本当に。だってここですもんね、本来この、このね。そうですね、その色ですね。この色が、はい、その色に。あ、そばないほうがいいですよね。まあ、とりあえず置いてもらったらいいですね。そうですよね。はい、OK、ドライヤーで少し当てたので。あ、はい。そう、雨降っても大丈夫ですか。大丈夫ですか。で、ここはフロント。もう本当になんか、樹脂だけど、あの塗装の部分と。なんか近いような色になりますよ。本当だったらステップもやりたいですね。逆に色の差がすごいついた感は。新品より多分綺麗だと思う。新品より綺麗ですね。いや、すごい黒くなったな。艶がすごいですね。ちょっと車自体が汚いんであれですけど、サイドモールがね全然違う。こういう
はいはいはい、こう粉っぽい、こういうのはね落としやすくなりますね。こういう赤いやつはみんなブレーキパッドの粉塵なんですよね。あ、そうなんですね。なるほど。よく外車なんてこうディスクローターまで向こう側も蹴っちゃうので、BMW とかのホイールってみんな真っ赤っかになる。あー、なるほど。結構ね、すごいんですよ、結構ね。あ、そうなんですね。外車はね、ディスクローターもこう、この奥の円盤も減ってっちゃうので、はい、すごい出るんですよね、粉がね。あー、そうなんですね。まあ、レクサスも最近、そういうブレーキで、ブレーキパッドが減ってくると、ディスクローターも一緒にセットで、交換点が増えてきてますね。CHR とかが一番高いかもしれないですね。あ、CHR が。ヤリスクロスヤリスクロスとか。使ってる樹脂パーツが多いんで。あー、コーティング剤がやっぱりいっぱい使うから高くなると思います。あ、そうそうそう。そうですよね。あ、やっぱ時間もかかりますので。時間で。なるほど、わかりました。ありがとうございます。ご参考にしていただいて。